はい、じゃあ、これで。そう、そんで持ち方なんだけど、今からもちろんできればこうやって持ちます。ここに、顎、そう、親指をこう、顎の骨に当てるようにして、で、人差し指を頭と、こっちの方に対して、あとは軽く体を添えて、寝かせないように頭を立てた状態で伸ばします。ただ言うほど、まあこの子てっぺんになってるんだね、割と。こんな感じですね。こっちに見せたようにしますけどね。こんな感じで。で、ちょっと点眼をしますね。うん、あ、いいですよ。撮影してもらってもいいですよ。はい、じゃあ、それが巻き巻くね。よしよし。よし。ああ、ちゃんと伸びますね。うん、ね。ちょっとブドウ糖がどっちも入ってるから、ちょっとだけ甘いんですよ。だから、大抵の子は。甘い。あ、すごい。上手に飲んでくれましたよね。いや、先生がうまいですよ。僕がやってもそんなにも楽しくない。飲み終わったら、口を拭いて。はい。で、ごめんね。そうだからね、持つときに意識としては今そういう風にはなってなかったかもしれないけど、意識としては親指を顎の下に持ってってこうグッと押さえちゃうとね、よけ暴れちゃうから、で顔をなるべく立てるとやってます。で、次抗戦照射療法をします。よいしょ。クシュクシュしてて、そりっこしながら綺麗好きだね。これでもさ、今あの洗顔運動というかグルーミングするじゃないですか、自分で。これ結構大事でね、これがだんだん弱ってくるとできんくなってくるんですよ。そうすると今綺麗じゃないですか、体がすごい。別にシャンプーしてるわけでもないですよね、自分に綺麗にしてるわけだけど、なんとなく体が汚れてくるとちょっと体調が悪いなっていうサインでもあるんですよね。ちょっと頻繁に体かくんですけど、それは問題ないと思います。ただ書いててね、その局部的に赤くなったりとか毛が抜けちゃったりしてたら、それはもう書きすぎだから、それは問題ですね。はい、じゃあもう一回酸素を入れます。それで、あの、あと10分ぐらいかな、生産終わるまで酸素を入れさせてもらいますからね。で、次回は、すいません、もう一回酸素を入れて。あ、これ取る、さっき何で取った、黒取った、さっき取ってない。